今回は、ケイザブローの青髪の、カンナダイが、1ヶ月ぐらい前にですね割れてしまって、ここがパカーッと割れてしまったんで、台打ちしてもらいました。で、二村さんっていう、まあ、幹の台打ちの方にやってもらったんですけど、今回そのカンナを、刃物を仕込んでいきたいと思います。もともとはこのケイザブローは小用紙屋さんっていうんですかね、小吉屋さんっていうんですかねに、入れてもらってたものだったんですけど、今回は二村さんということで、どちらかっていうとちょっと面取りとかもしてある感じですね。もともとすでにちょっと面取りとかしてあって、まあ、仕込みやすいんじゃないかなと思うので、まあ、最初台の面取りからちょっとやっていきます。僕好みに、いじっていきたいと思います。まずは刃を抜いていきます。感じですね。まあ、ちょっと調整してあるのか、ちょっと黒くなってますね、表なじみのところが。ケイザブローは今こんな感じになってます。半分ぐらいですかね、鋼がもう短くなっちゃってますね。見えるかな。で、まあ、最初にまあ、台削るところはもう手に持つところをまずは僕落としてます。ここの角の部分とか、まあ、この辺ですねとか、あとはまあ叩く、まあ、原能で叩くところですね、この辺ですねを先に僕は落とします。落とし方は至って簡単で、まあ普通の面取りガンナで、バーッとちょっと粗めに落として、こいつの仕上げのガンナで、逆目取っていくって感じです。感じですね。はい、こんな感じに、まずは四方を面取りしました。ここですね、ここ、下歯のここ、ここ上のこことここですね。まあ、握った時に痛くならないように僕は結構丸く面取りしちゃってます。で、あとはここですね、叩くところですね、台頭の部分、ここも結構思い切って僕はと角を、落としてます。まあ落とさない人もいるんですけど、あの叩いてって、ここがあの原能で叩いてってめくれるのが僕はあんまり好きじゃないんで、もうがっつり落としちゃってます。で、これから今度は、歯口の部分ですね、この辺とかこの辺とかの、まあ、まあやらなくてもいいんですけど、まあ、あるとちょっと邪魔かなって思うところを落としていきます。この辺もですね、面取りしちゃいけない部分があって、あ、これはここですね、下歯のここですね、あのカンナ引いてった時にここ面取りしちゃうと、後ろにあの木くずとかがあると巻き込んじゃうので、ここだけはまあ面取りしないようにしてください。まあ、あとはここ上もですね、まあ、あまり面取りしなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、ここは
取らない理由はあまりないんですけど、まあ、ここも落とさないように、下歯の上下は落とさないようにしています。